にちは。こんにちは。今日は何をするんですか。今日ですか。今日はですね、僕はですね、ちょっとリサイクルショップに行ってね、ちょっと結構格安なものを見つけまして、ちょっと買ってきたんですよ。これですね。じゃじゃーん。いくらだったんですか。これ6000円ぐらいでしたね。安いですね。6000円でなんかこんな立派なレンズと、なんかこれマイクとかもついてて、4K って書いてるんですよ。なんかちょっと見たことないメーカーなんですけど、とりあえず 4K って書いてますね。でこれがね、本当になんかこうスケートビデオ撮れるのかっていうのをね、ちょっと検証してみたいなと思って。でも立派なレンズですよね。立派なレンズです。なんか携帯とかよりはね、なんか絶対撮れそうな感じしますけど。そうです。4K って書いてるし、タッチパネルついてるし、これは結構いいんじゃないですか、これ。とても6000とは思えない風貌っすよね。そうですね。はあ、じゃあちょっと試しに行ってみます。行ってみますか。行ってみましょう。これ僕。撮影の時使ってるハンドルこのカメラにつけて、持ちやすくして撮っています。で僕が撮影してですね、高井さんにちょっと簡単なちょっと LINE やってもらおうかなと思います。はい。でこのカメラで撮った映像と、今撮ってるカメラの映像をちょっと、比べてみるような感じでちょっとやっていきたいと思います。じゃあ行きましょうか。感じに撮れてるか想像ついてます今。いや全然つかないですね。撮られてってなんか分かる感じとかないですか。なんかいや、もうルーティンやるだけで精一杯やってる。うん、どうしよう、撮ってる感じ。ちょっと広角の具合が、まあ、レンズがちょっと違うんですけど、思ったより効いてないなって印象ですね。これちょっと一回見て、そうですね、検証してみましょうか。じゃあ行ってみましょう。お疲れです。どうでしょう。そうですね、やっぱりまあ6000円かなって感じですよね。なんとも言えない。なんかまあレンズもやっぱ広角、ちょっとこれ広角緩いんですけど、それだけではない何か画質の荒さであったりとか、なんだろう、なんかブレた感じとかもするし、はい、何より操作性があんまちょっと正直僕は好みじゃなかったかなって感じですね。まあ今使ってるカメラの方がスケートのビデオとか撮るんだったら、まあ、適してるかなって感じはします。でも全然普通にね、遊びで使う分とかには問題ないんじゃないですかね。そうですね、別になんか悪くなさそう。ちょっとかっこいいし、
まあ携帯の充電変ないからこっちで撮った方がいいんじゃないかみたいなぐらいなノリで考えていただけたらいいんじゃないかなと、まあ、普通に遊ぶ分には全然いいですけど、本格スケートビデオってなった時にはちょっと弱いかなと思います。はい、じゃあそんな感じで今日はお開きとしましょうか。そうします。バイバイ。